皆さんこんにちは。台湾4日目の朝です。昨日の夜から体調が悪く、夜は眠れませんでした。なんとか栄養を取るためにポカリスエットとビタミン剤をホテルの下のセブンイレブンで仕入れます。冬の台湾で半袖&公園で居眠り、さすがにわんぱくすぎました。とりあえず午前中はホテルで眠って過ごしました。ない、食欲がない。でも食べないと薬が飲めないので食事に出ました。健康の文字に吸い寄せられてここに決めます。ベジタリアンのお店です。何度か通りかかって一度食べてみたいと思っていました。この種類の多さに驚きですが、全部美味しそう。頭が朦朧としている上に、初めての店でシステムもわからないのに、我ながらチャレンジャーだなと思います。まずはキャベツ。ほんと全部美味しそうです。こんないっぱいあると迷っちゃうな。このラップサンドは絶対食べると決めていました。あ、結構重い。全然食欲がない人の量じゃないと思うのですが、これでお会計をします。察するに重さで料金が決まると思うのですが、ラップサンドは単品の金額と思われます。多分全部で73元でした。安い。そしてスープの釜があり、こちらは無料です。揃いました。一応私なりの病人食です。無料のスープと、そしてご飯が10元でした。それではいただきます。普段の元気な時は気にならないと思うのですが、少し油っぽいかなと思いました。味付けはとっても美味しいです。このラップサンドがめちゃくちゃ重いです。何が入ってるんですかね。ブロッコリースプラウトだらけのラップサンドなんですかね。薄味ですのでマヨネーズ持ってくればよかった。米は柔らかめです。ちょうど昼時でにぎわっています。食事が済んだらセルフで片付けをします。そして一応常駐市場なんかをパトロールして、珍しく本当にダメでホテルに帰ります。台湾で具合が悪くなったのは初めてです。今日はさっぱりダメダメでしたので、流動食で夕飯を済ませて、早めのパブロンをして、簡易のコロナの抗原検査をして、ちなみに陰性でした。旅を中断する悲しみで眠りにつきます。おはようございます。台湾5日目の朝です。早めのパブロンが効いたのか、寝たら元気になりました。でもない、食欲がない。私の場合食欲で具合がわかります。持ってきた薬がなくなってしまったので、薬局に買いに行くがてら、昨日のベジタリアンの店でドーファを食べます。ドーファに温かいピーナッツ油、小豆をトッピングしました。それでは朝食をいただきます。ドーファが柔らかくて美味しい。ちょっと残念だったのが、熱々を期待していたのですが、ちょっとぬるかったです。鼻スースーと早めのパブロンを仕入れます。そしてですね、薬を飲んで効いたのか結構良くなり、食欲が出てきたのでランチに来ました。西門にあります正規菜肉ワンタン大王に歩いてやってきました。
読み方がわかりません、すいません。一応胃腸に優しそうなお店を選びました。千肉ワンタンの小50元です。それではいただきます。ワンタンがプルプルで美味しそう。いっぱい入ってます。スープは優しい塩味、熱々で胃腸が温まります。ワンタンはツルッツル、あんの肉はうまうま。ただですね、ここのお店は一人すんごいおっかないおばさんがいて、基本無視の叱られ接客なので、メンタルが強い時に行きましょう。ちなみに私やっつけられました。もう一品キャベツ炒めをいただきます。40件です。美味しいけどちょっとしょっぱいかな。お客さんがひっきりなしの大人気店です。帰りの途中のお店でフルーツを買って帰ります。帰りに一軒デザートを食べて帰ります。 Google マップで見つけた高評価店ライガーティエンティエン品です。読めなくてすいません、絶対間違ってる。動画にしました。60元です。トッピングはピーナッツと紅白餅と芋団子です。おいしそう。それではいただきます。豆腐はザラザラタイプ、甘さは優しい感じで好みでした。今回の旅で本当だったら豆腐選手権をする予定でした。もっといっぱい豆腐を食べるつもりでしたが残念です。お店の方もとっても親切で一人でも入りやすかったです。元気な舌でもう一度味わいたいです。ホテルに戻ってきました。先ほど買ったフルーツを共有冷蔵庫に入れましょう。電車に乗ってどこかへ行く体力はないので、近くの常駐市場をパトロールします。本当だったら最終日に当たったイージーカードを使ってディンタイフォンで豪華なディナーをする予定でした。残念ながらディンタイフォンがパプロンやポカリスエットに変わってしまいました。姉さん、お元気でしたか？お久しぶりです。パパイヤミルクを買って西門へ歩いていきます。西門で最後の夕飯を取ります。エートミ魚丸店です。ここに来るまで結構迷いました。そして町ができていました。初めて来たのですが、お店の方は大変親切でした。私が日本人だと分かると日本語メニューを出してくれました。ルーローハンと魚丸湯をお願いしました。2つで80元です。それではいただきます。スープの味は澄んだ優しい塩味、セロリがいい仕事をしています。ルーローハンは結構八角強めですがとっても美味しいです。魚丸はもちもちですが柔らかいタイプ、中のあんがしっかり味がついていてスープと相性よし。元気だったらこの麺も食べてみたかった。お客さんもひっきりなし、美味しかった。猫ちゃんが売り物の上に乗っていました。ホテルに戻ってきました。先ほど買ったフルーツでビタミン補給をします。こんなにいっぱい入って60元でした。そして台湾に来て痩せて帰るのは初めてです。まさか台湾に来て痩せるとは思いませんでした。それでは早めにおやすみなさい。おはようございます。帰国日の朝です。かなり元気になりました。
朝食を食べに北門にあるコミダトーストに歩いてきました。日本語も書いてあるので分かりやすいです。ダンピンとフレンチトーストをお願いしました。2つで90元でした。こちらはダンピンです。そしてこちらがフレンチトースト。なかなかヘビーそうです。それではいただきます。こちらのお店のダンピンは皮がカリカリタイプ。私は柔らかい方が好みです。いや、フレンチトースト美味しそう。フレンチトーストは甘すぎずお餅みたいにもちもちでした。大変美味しかったです。ただ体調不良なのでちょっとしつこく感じました。他にも食べてみたいものがあるのでまた来ます。ホテルに帰ってきました。ちょっとミミのネギクラッカーを食べてみようと思います。開かない開かない。ネギクラッカーの間にヌガーがたっぷり挟んであります。うん、うん、まい。体調が悪くなる前に買い物をしといてよかったです。思ってたよりパンパンでびっくり。最近の飛行機会社は厳しいから重さを測ります。約20キロでした。ホテルをチェックアウトして今から電車で桃園空港に向かいます。10分くらいで駅に着く泊まったホテルジャストインは本当に便利です。これから台北駅でインタウンチェックインをします。スーツケースをこちらで預けて手ぶらで空港に向かいます。次に台湾に来る予定が決まっていないので、いただいた EG カードはコンビニなどで使いました。なんと1円残しでした。ちょっと悔しいです。フライトの3時間前に空港に到着。本当に体調が戻ってきてよかったです。コロナだったり熱が7度5分以上あると飛行機には乗れない場合があるらしいです。それではラウンジでゆっくりしましょう。プラザプレミアムラウンジに潜入です。こちらがダイニングコーナーになります。こちらが落ち着いたソファー席のコーナーです。5泊6日の旅のつもりが3泊4日になってしまった感じなので、最後に台湾っぽいものが食べたいということで、大好きなルーローハンとドーファです。それではいただきます。こちらのラウンジのルーローハン、レストラン並みに美味しいんですよ。ドーファも柔らかくて甘さ控えめで美味しい。ちなみに今回はアルコールはなしです。2巡目を持ってきました。黒松で乾杯。シップの味。そしてオレンジでビタミンを取ります。そういえばこんな無料の検査キットもらいました。それでは次のラウンジに行きましょう。ちょうど反対側の端にあります。オリエンタルクラブラウンジです。私はこちらのラウンジの方が落ち着いていて好きです。オリエンタルラウンジもかなり食事が充実しています。フルーツにサラダ、団子もあります。オーダーキッチンもあります。こちらのラウンジではこれだけにしました。そろそろゲートに向かいます。あら、結構人が多い。飛行機混んでる予感です。あの、突然なんですけど、今回あんまりお金使いませんでした。お土産はほとんどが EG カードで買いました。実質
3日間ぐらいしか動けなかったんですけれども、今回余った台湾元は次回の軍資金にしたいと思います。最近はこの画面内で機内食が見れるんですね。知らなかったです。ドリンクメニューも見れます。今回の席がトイレの真横で、ほんと最悪でした。私がご飯を食べてる間にバタンバタン入る入る、ドアが開くたびに息を止める忙しい席でした。機内食はバジルと豚の台風炒めにしました。すごい美味しい。鶏肉のサラダとフルーツとケーキ。今回予定していたことが全然できなかったので大変残念ですが、今回はただの風邪でコロナやインフルエンザではなかったからこうやって帰れてますが、もしコロナだったら帰れないですからね、幸中の幸いと思うことにします。こんな香りの強いものが食べれるぐらい元気になりました。日本に無事到着しました。トイレの隣の席つらかった。明日から仕事だ。でもまた大好きな台湾に行くため馬車馬のように働きます。風邪をひいて旅が中断しましたが、心が広がる台湾が大好きです。ほんと旅っていいですね。台湾のお土産編です。お菓子1、まずは右上からキャラメルとライチのこんにゃくゼリー、カラッカとのど飴、たけのこのスナック、ベビースターみたいなラーメン菓子。お菓子2、上の3つがサクサクのピーナッツ菓子、生姜と黒糖のお茶、こちらもサクサクピーナッツ菓子と干し芋になります。お菓子3、こちらがミミのネギクラッカーとパイナップルケーキ、そしてバラ売りの純正弾顔のパイナップルケーキと総福のパイナップルケーキです。大好きな杏仁茶です。そしてウーロン茶、そしてドーバが作れる粉と茶梅、そしてこちらがディーフ味で買ったフルーツティー。雑貨、しましまのビニール袋にジップロックみたいなの、そして紙の弁当箱、ゴミ袋に珍しい形のデンタルフロス、そして可愛い柄の手ぬぐい、そしてこちらが袋の上を縛るビニール紐。これなんで買ったかわかんない。お気に入りのもの、こちらが府庁で買ったノートブックが2冊、レトロなシールにハッカー油にペーパーウェイト、そしてガラスのコースターが2つです。ノートブックは裏返すと渋い絵になってます。紙の弁当箱はこんな感じです。本当はこの倍は食べたかったのですが、叶わず8個でお許しください。ドーバは柔らかい滑らかタイプ、カリカリピーナッツとパクチーがいいアクセント、程よい甘さがもっと食べたくなります。ドーバは柔らかいタイプで豆の味もしっかり、シロップも甘すぎず団子が別盛りなのもいい。ドーファはとっても滑らか、ごまの風味がとってもよく止まらない美味しさ。
丼ぶりですが一気食いをしました。ということで台湾旅行記はおしまいです。また次の動画で会いましょう。